旋回途中にアクセルを開けるとどうなるかやってみましょうか。ここならやっても大丈夫です。はい、というわけで旋回してますね。次でやりましょうか。旋回途中でここで例えばアクセルをうわっと開けると、ほーら今何が起きましたか。もうここ対向車線みたいなもんですよね。アクセルをうわっと開けると、ほーら今何が起きましたか。もうここ対向車線みたいなもんですよね。じゃあもう一回やってみますよ。で端っこまで使っていいので、これがね普通にこう左側を走ってるとしてね、カーブ旋回、イエーイ、楽しいな、旋回して、あ、カーブがきつくなってきた、きつくなってきた、でもここでアクセル開ければ、二次旋回だってやったら、ほら、今ね、外側に出てきましたよね。私、わざとやってるんじゃないですよ、今の。こういうことがですね、起きちゃうんですね。はい。なので、旋回途中のアクセルオープンっていうのはですね、大変に危ないです。はい。でどうして左折で事故があるのかというとですね、今右折ですね。右折だとほら何がありますか、皆さん壁がありますね。だから壁があるんで距離感が分かるから、なかなかこういうところで無茶しないんですね。でも逆に左側だと何もないので結構ねやっちゃうんですよ。だから事故は左カーブが多いというのは頷けますね。ちなみに皆さん、サーキットが全部その右回りになっているのはそういうことです。左が事故が多いからですね。よいしょ。ね、例えばここでグラーって開けると、ほらあっという間に外に行っちゃうでしょ。グラーって開けると、ほらあっという間に外に行っちゃうでしょ。でもまあサーキットだと別に寝かして開けるテクニックあるんですよ。端っこまで行っても対向車来ないからね。でもこれがもし一般道だと仮定したら結構怖いなと思いませんか。イエーイってこうやってねイエーイって曲げて、うわーここから開けちゃうっつったら、ほら外側に出るんですよね。はい、外側にハラミは、これを外ハラミって言うんですけど、まあなんかちょっとハラミって言うとね美味しそうな名前ですけど、はい、まあ、左側でも右側でも、こちら側でも、例えばここでアクセルをうわーっと開けて、ほらもうどんどんもうね反対側に吸い込まれていくでしょ。こういうことが起きます。はい、うわーっと開けて、ほらもうどんどんもうね反対側に吸い込まれていくでしょ。こういうことが起きます。はい、ね、危ないですね。はい、だからよく物の本じゃないか、ネット情報でアクセルの、カーブの途中でアクセルを開ければ、ね、グリップしてなんてことがね、安易に書いてありますけど、あれ違いますからね。今みたいな挙動に絶対なりますからね。ここで開けると、もうね、どんなにダウンを入れても外側に行くんです。ここで開けると、もうね、どんなにダウンを入れても外側に行くんです。もう、カーブ途中で開けるっていうのはそういうことですね。サーキット内なら別に誰もいないから大丈夫。サーキットの中なら大丈夫。サーキットの中なら、例えばここで、ね、うわーっと入っていって、で、外側に起こしながら加速って言っても、で、対向車はいません。ね。でも、一般道だと対向車いっぱいいますね。はい。なので、このカーブ途中での加速っていうのはね、やめていただければと思います。はい、